はい、どうも、こんにちは。今回ね、またデトロイトビカムヒューマン続きやっていこうかなと思います。前回は、コナーと、アンダーソン警部補の話がちょっと進んで、で、またマーカスの工場潜入編 工場潜入戦が始まって、まだ終わってない。ちょっと、俺がちょっと選択肢を、傲慢な選択肢選んじゃったから、ちょっと今からまた新しく進みます。鍵を見つける。これバレるかな？やばい。これは？いや、バレる、バレる。これバレそうじゃない？普通に。ここ開けれるの？でも正面から入らない方がいいよ、絶対。怖っ。どこいる？人どこいる？人？あれか？あれ人か？あれ人だな。うわ、怖っ。はぁ？レディー、イントラスティスト。わかんないわかんない。わかんないって、それ見せられてもわかんない。ガードを、陽動する？でもこれ、バカ正直に言ったらバレるでしょ。あ、でもなんかあそこ、ありますね、なんか。あれ使うのか。これは？何？ガード外におびき出す。そうだな。停電させる。いや、おびき出した方がいいと思う、絶対に。なんでバレないんだよ。プラム缶を使ってシュート射させる。何これ。何これ、何これ。何これ。入る、何これ。入る、何これ。入るの操作わかんねえって、これ。何これ。これ何これ。入るの操作、何これ。ちょっと入るの操作がわかんねえって。は？いや、入るの操作何これ。ちょっとさ、ちょっと調べていい？こればっかさ、ちょっとわかんないから、どういう操作かわかんないから、ちょっと調べるわ。あれだ、一応今やってできたけど、コントローラーを上に上げるだ、あれ。ただあれ、あれだわ。ちゃんと真上じゃダメだわ。クソむずいわ。こっちなんかあるよ。サーキットドラム缶。あ、いけた？操作しなくても大丈夫だった。ちょっと、すぐすぐすぐ、早く行けよ、おい。早く、早く、早く。残念。まだいるくない？まだいるんじゃないの？まだいるくない？大丈夫？出て。ああ、ちょっと入った。よかった。大丈夫？間に合った？間に合った？これ。大丈夫？爆笑事件来たけど。鍵は。お、やりましたね。いや、ショートはバレるからさ、ことが大きくなっちゃうから。そう、開けれるんだ。基本あれか、だから、早く乗って。あれか、アンドロイドが運転してんだ。大丈夫？あ、本当だ。
これ、スクルマン操作は良くないよ。あ、あれに押すだけだ。やった。クソ楽だ。やったー。優しい。クソ楽だわ。あれに。出れるこれ。バレるくない？ん？バレないの？あ、バレてないんだ。王者だと思ってんだ。どうした？マーカスがなんか、浮いている。憂いているマーカスが。どうした？僕は何をやってるんだみたいな感じで、今あれだね。かしげだね、今。みんな元気になった。仲間連れてきたな。これだけあれば全員助かるな。うん。全部マーカスのおかげね。ありがとうございます。みんなありがとう。みんなそうだ。気を洗ってくれ。俺は自由を求めて。うん。このジェリコにやってきた。うん。だが実際は見つからないことを祈りながら。はい。起こりもしない変化をただじっと待って死んでいく自由だった。うん。そんな自由はいらない。そうだよな。やっぱり動かないと。愛したり胸を張ることに。ああ。権利が必要なのか。うん。だけどいつだって俺は心の中で叫んでるんだ。言ってやれ。俺はただの機械じゃないんだと。機械じゃないんだ俺らは。俺は生きている。生きている。もうその事実を奪わせはし。急になんかあれだな。人格者になったなお前。日々は終わりだ。うん。彼らに真実を伝える時が来た。めちゃくちゃ人格者になったなお前。俺たちの権利を取り戻すんだ。そんなキャラだったか。俺たちは生きている。生きている。俺たちに人権を。演説うまいなお前。俺たちは自由なんだ。うん。よい、銃だよ、おい。銃だぞ俺たちは。みんな、How can I help? 何その How can I help T シャツは。あ、出た、主要キャラクターたちが見てんね。名前覚えてないけどね、正直。誰が誰か覚えてないけど。さっきからの、あ、サイモン覚えてるわ。ノースやらジェリコやら出てるけど。ジョッシュもいんの。ジェリコの英雄。かっこいいなぁ。いっぱいあんなぁ、ここ分岐が。いっぱいあるね。こう見つかるがあんだろうな、多分一個。見つかってやられるみたいな。まあでもうまくいったんじゃない、割と。行こうか。ザ・セクシー。セクシーだなぁ。セクシーだね。あ、でも警察だ。ってことはマーカスか。マーカスじゃないわ。コナーか。頭にドリルぶっ刺されてる気分だよ。そっか、風俗店って言ってたな。本当にここなのか。報告だとここです。あ、いるじゃん警察。よし、そんじゃ行くぞ。行きますか。ちくしょう。うん、行こうか。ハンクついていく。了解しました。エデンに行こうぜ、エデンクラブに。失礼します。最高にセクシーなアンドロイドね。うん、道理でお前が来たがるわけだな。ちょっと警部法、ちょっとやめてください。そんな仲いいか、仲良くなってんな本当に。前よりセクシーだな。おい兄さん、兄さんもいんのかよ。あ、こん中から選ぶのか、もしかして。いや、うわ、いる。音楽いいね。ああ、これちょっとアジア系か。おお、かっこいい。かっこいいじゃん。君は？違う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 。あ、やっぱあの顔だわ。あれ、あの顔だ。いたもんね、あの顔。あれじゃんね。うわー。うわー、いいね。お前何してた？あ、すいません。すいません、すいません。ちょっと。今行きます。見てました、すいません。何してんの、逆に何してんのお前。逆に何してんのよお前は。え、話した？もう。いや、何こいつ。男のポールダンスもやってんだ。あ、この部屋か。それとギャビンも中にいるぞ。うん。ああ、最高。死体にクズ野郎のおまけとは気が利くね。うん。
犯人もいるってこと？うわアンダーソン警部補とペットのアンドロイドか。ここで何？ああギャビンってこいつか。アンドロイド絡みの事件担当ですか。そうか、うん、だが無駄足だったな。何が？変態親父がやりすぎて倒れただけだ。本当にそうかな。おいご丁寧にどうも参考にするよ。ほら行くぞ。なんだか酒臭くなってきたしな。あ、ギャビンっていうのがそもそもそういう感じなんだ。噛みついてくるやん。犯行現場調べる。被害者調べる。アンドロイド調べる。じゃあまずアンドロイドから行かせてもらおうか。近いから。アンドロイドがボロボロだな。分析しようかとりあえず。じゃあ、お、血吐いてる。お前それかなり気色悪いぞ。吐き気がしてきた。しゃあないよ、分析してんだから。来たの確か俺も前から気色悪いなと思ってたよ。診断中。セレクター5円進行ダメージ生体部品。ああなるほど。こっちはちょっとなんか操作よ。こっちからもあるか。3箇所。ああ、これじゃん。行っちゃってんね。死亡。188じゃないけど、死亡性6時24分。首。重傷のあざ。あざでっけ。あ、屠殺されてるでも。え、アンドロイドがこれだから、あれじゃないの普通に。なんだっけ、あれ。変異体か。なって、閉めたってことかな。心身感傷かな。死因は死亡の原因ではない。再現。あーごめん。あれ動かない。あれ動かなくなっちゃった。再現。ここで被害者は首、少々首を絞められたね。だからここで胸出てるけどな。もうアンドロイドが締めたこと前提になってるけどな、これだったら。あ、やめろ。これまだ分析余地あるぞ。アンドロイドがどうなったか気分かんないからな。心臓発作ではありませんね。うん、考察です。あ、考察か。屠殺じゃなかった。間違えた。考察ね。激しいプレイをするや浅くらいで、何か見落としている。そうだね。やっぱそうアンドロイドだよね。そうだよね。を読み込んでみたらどうだ。何かわかるかもしれん。あ、この足元行くんだ。接続する。やってみます。再起動が必要。免許の名前は。再起動させなければ機体のメモリーにはアクセスできません。再起動してみろ。え？激しく損傷している。うまく再起動。あ、それで開けれるんだ。1分以下。引き出せればいいんですが。え、すごい。お前コナー最強じゃん。何どうした、どうした。説明します。損傷していたから再起動したんだ。心配はいらない。あの人、うん、死んだの。死んだ。事実の確認。何があったか教えて。私のこと。うん。殴り出したの。何度も。うん。君がやったのか。違う。あれは私じゃない。一人だった。部屋には一人きり。他に誰かいたのかい。あいつサンピーがしたい。おい、やめてくれよ。私の他にもう一人いたの。もう一人はどこに行ったんだ。やばい、シャッターする。ああ、間に合わないよ。間に合わないでしょ、今の。間に合うやついないでしょ、今ので。時間も前だ。もう逃げちまっただろう。うん。いえ、気づかれずに外に出られるような格好じゃない。確かに。まだここにいるはずです。ああ。店にいるアンドロイドの中から変異体を見つけ。なるほどね。簡単には見つけられないでしょう。
はいはいはい。くそ、方法はあるはずだ。なすの。さっき L1 でいろいろ見たけど。部屋から出てったのを見たやつがいるかもな。うん。そんじゃ俺は店長に詳しい状況を聞いてくる。何かわかったら俺を呼べ。アンドロイド目撃者探す。いやいや来ないよ。見てんじゃん。会社は顔見知り。来ない、そっち見てんじゃん。もう俺が見たやつか。確か来るのは2、3回目くらいだな。でも客とはほとんど口聞かねえんだ。みんなやることやったら会社の人。人間の指紋が必要。ああ、なるほど。すみません、警部補。ん？ちょっとこちらに。見つけたのか。多分。あ、人間指紋が必要ってことはそういうことか。なんか異常起きてんだ、だから。相手をレンタルしてください。ふざけんな、コナー。そんなことしてる場合か。お願いです。私を信じて。あ、人間の指紋で借りるんだ。何このシーン。どうやって経理に説明しろってんだ。購入完了。それでは素敵な時間をお楽しみください。そりゃどう。出てきた。選んでくれてありがとう。ついてきて。お部屋に行きましょう。で、どうすんだ。ん？で、話聞くのか。どうなんの？おいおい、コナ、何してんだ。あ、見てんじゃん。あ、誰こいつ。ん？あ、出てきた出てきた出てきたじゃん。青髪のドレーシーという名のアンドロイドは入り口に向かった。で、あ、俺出てくんじゃん。俺買われたよ、俺。あ、これで微妙にどんどんやっていくんだ。一体一体。見てたんです。お前何言ってんだ。兵隊が部屋を出た。青い髪のアンドロイド。店は2時間おきにメモリーを消去しています。うん。3分で他の目撃者を見つけないと。もうそういう気やめようぜ。入り口に向かったってことは、最後にいた場所。もうこいつでしょ。走れよな、お前だから。おい、じゃあこいつはどうすんだ。気が変わったと。これを調べましょう。早い早い。まあ見てるだろ、ギリ的に、位置的にギリ。こいつ見てねえわ。ダメです。だったらお前は、お前は、お前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 見てる、お前見てるよ。使ってるってのに、このざまとはな。わ、動きが、動きがすごい、動きがすごいわ。ブレブレブレ、ヨウヨウヨウから。あ、いたいたいた。クラブの中に戻った。あ、そっちが行ったんだ。一周して帰ってきたんだ。アンドロイドがどっちに行ったか分かりました。だったら行け。走れよお前。アンドロイドがいるのに青いか。で、これ真ん中のやつ有力でしょ。見たやつなんて探せるのか。方向は分かる。うわ、カメラがブレるな。あ、いるじゃん、いる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 じゃん。赤い屋根向かった。いや、ポールダンス強いな。あ、ポールダンス強いよ。ポールダンスでしょ、この絶対。ポールダンス強いもんだって。ポールダンス最強でしょ。まあ下ばっか向いてんな、おい。もうダメだこいつ。下ばっか向いてやがる、こいつ。上向いて歩け。残り時間5分。いや、こいつさ、こいつ行こう。買いすぎちゃったもんな。来た、いるじゃん。
青部屋に向かった。まだいんの？まだあんのかよ。うわー、あ、でも、どっちよ、どっち回れると。お前、あ、でもなんかいるよ、こう人なんかいるよ、こう。あ、ちょっと、下向くな、お前、前を向け。こいつじゃねえ。ダメです。また見失いま。下、こんだけ金使ってるって。でもいっぱい、でもアベイラもある。アベイラも使ってる部屋あるよ。でも普通に。お前その部屋の記憶かよ。使えねえな。何も見とけよバカ。どこかで間違えたのかも。こんなに高くついた操作は俺のメカ人生でも初めてだね。いそうじゃない普通に。普通にそうじゃない。なんかそろそろ違うな。部屋の記憶やんけお前ら。もういらない記憶ばっか出すなよ。ダメです。また見失います。フォールダンサー、俺が信じるフォールダンサー頼むぜ。信頼と安心のフォールダンサー。これどっち行ったの。ダメ。どっちから来たっけそもそも。こっちには来ていません。来てないの？は？どっちにいたっけ俺。俺どっちにいたか忘れた。こっちから、どっち行ったっけ俺。ちょ、お前どっち行ったかわかんねえよ。忘れた。いた、いた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 。部屋に隠れた。見つけたじゃん。この部屋でしょ。おい出てこいよ。ヘインターは部屋を出て行った。まだあんの？まだあんのかよ。まだあんの？お前見てるでしょ。めっちゃ金かけてるでごめん。お前記憶がお前そこじゃねえって。で部屋の記憶ばっかあんだよこいつら。ダメです。また見失いました。こんだけ金使ってるってのにこのざまとはな。あ、こいつ下しか向いてないかな。あ、いる、いた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 。あっ、スタッフ専用扉通って逃げていった。わかりました。ついてきて。これ、ここでね。宿舎、どうかしてるぜ。ここでいいの？待て。ん？何？俺が先に行く。オッケー、オッケー、オッケー。あ、ちょっと時間大丈夫かな？大丈夫かな、時間。うん。大丈夫か？銃持ってんね、いいね。一発しか入ってないよ、確かそれ。大丈夫？うわー、マジか。あ、セーブしたから、ちょっとここで一旦切るわ。ごめん。すげえ切り悪いけど、ここで一旦切ろうと思います。じゃあ、あざした。